I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, this is a continuation of JoJo's Bizarre Adventures, Eyes of Heaven. Please enjoy. ジョジョの奇妙な冒険、アイスオブヘブン。アイズオブヘブンの よし。ここはストーリーも上がった。強制ジョースターさん、ジョースケ、おっせえな、二人とも何かトラブルがあったのか。ただいま、戻ってきたよ。それに、ジョニーだ。こいつはスローダンサー。帰ってきたっす。ジョースケ、遺体をバッチリゲットしてきたっすよ。それに仲間も増えたぜ。おう、歓迎するぜ。ここは俺たちの町に似てるような気がする。おい、ヤスホはどこにいるんだよ。知らない、お前が勝手に言ってるだけだ。よし、それじゃあ早速遺体を確認するぜ。ジョースターさんが両眼部、ジョセフが両耳部、ジョータロウが胴体部、ジョースケが左腕部、ジョルノが頭部、ジョリーンがウアン部で、ジョニーと帽子をかぶったジョースケが、僕は両脚部だ。
俺は心臓部。遺体の部位はこれで8個集まった。だが最後の1個はどこだ？おかしいな。遺体の光が導いてくれねえのはどういうこと？スピードワゴンさん、今思えば異変の影響を受けたブチャラティやフーゴたちが逃げるとき、彼らも聖なる遺体の光に包まれて消えていった。それがその最後の一個と関係があるのでは？揃いも揃ったりジョースターの血族だも、遺体集めにご苦労なことよな。だが貴様らが全ての遺体を目にすることは決してない。人体の中心、最も重要な部分、脊椎部をあのお方がすでに身につけておられるのだから。なんだと？お前らはここで皆殺しとなり、遺体を奪われる運命じゃが、あのお方のお手を煩わせるまでもないわ。ケケ
なんか若くないですか。オープンだけこのわしのジャンプスさっきからは。何なんだあのばあさん。誰に呼びかけていたんだ。おお、地震か。いや、地震じゃない。僕にはもう分かった。この感覚はなんだかわからないけど、急に冷や汗が出てきたわ。心に食い込むようなこの圧迫感、このどす黒い感覚。なに、これは。この気配はまさか。遺体は害悪なるものを弾き飛ばそうとする。だが同時に遺体は遺体と出会いたがっている。お前たちの持つ遺体が私の持つ脊椎部と反応して、この基本世界まで引き寄せてくれたのだ。やれやれだ。この目で見るまでは信じたくなかったぜ。奴を倒せばジャイロが帰ってくる。行くぞ、アクト4。それがバレンタインを追い詰めたエネルギーか。無駄。ゴールドエクスペリエンスレクイエム。無駄。
お前が真実に到達することは決してない。スタープラッシュだ。オラなに、生ちょろいぞ。何が起こったのだ。レクイエムが通用しないなんて。アクト4が当たったのになぜ平然としていられるんだ。スタープラチナは確かに奴の頭を砕いたはず。吸血鬼の再生ともザ・ワールドの時間停止とも全く異なる能力。この基本世界ではジョースターどもが私を倒したと聞いていたが、その程度のスタンドでは話にならんわ。これは。遺体は遺体を求めて引き合う。お前たちの集めた遺体が脊椎部ごとこのディオを引き寄せてくれた。そして今度は脊椎部がお前たちの遺体を引き寄せる番よ。いい心持ちだぞ、ジョースターの血族ども。我が真実の前にひれ伏すなり。まずいぞ、あのモヤに触れるのは危険だ。なあ、遺体が一つ足りん。丈太郎、この世界でも奴を始末せねばならんようだ。エンヤバ、我が影響下にある手駒どもを呼び寄せろ。遺体は遺体と惹かれ合う。奴らに聖なる遺体の部位を与えて、仰せの通りに。ジョータロウの持つ遺体はジョースターどもにとって最後の希望。それを奪い取り、奴らを絶望の淵に沈めた上で、この基本世界から消滅させてやる。我がスタンド、ザ・ワールド、オーバーヘブンでな。
遺体をかけたゲーム。ここはエアサプレーの塔だ。丈太郎の聖なる遺体が俺たちをここへ逃がしてくれたのか。あのままあそこに残って、あれがデオ。遺体はほとんど奪われてしまった。くそー！僕たちの攻撃はあの男には全く通用しなかった。なぜだ？レクイエムはいかなる真実にも到達させなくする能力。奴のスタンドに拳が触れた時、確かにレクイエムは発動した。それなのに最初からそんな能力を。バレンタイン！今はお前に用はない。用があるのは今ここで私と戦ってもらう。お前の能力を。何が狙いか知らんが、せいぜい後悔しねえようにな。何者？オープンザゲーム！アイズオブヘブンの世界へようこそ。